そう、 OS1 ゼリーが好きなの私、大好き。あんまカロリーないんだよね。しかも 100g10 カロリーで、これ 200g 入ってるから20カロリーなの。2個飲んでも40カロリーしか取ってない。素晴らしい。なんか今日なんかギャルみたいだ。暑くてさ、上にね着てたんですよ、黒いやつを。でも今下タンクトップでございます。はぁ、暑ーって感じね。女の子がめっちゃいた。女の子のファンがめっちゃいて、しかもなんか T シャツにゆずかって書いてあって、自分で作ってくれたのかな。めっちゃ嬉しかった。いや超嬉しかった。金魚ありがとう。金魚かわいい。それだけでもつの。なんかいや、起きて昼ぐらいに、てかもうメール届いた。歯医者をねすっぽかしたの。本当に人生の失態これは。でまあ普通にお弁当食べて、お昼ぐらいに食べて、お米はあんまり食べずで行って、公演前に OS1 ゼリーだけでいけるかなって思ったけど、意外とお腹空いちゃって、リハとかしてたらこれ飲んで、お弁当も食べました。中華の弁当だった。餃子とか初めて食べる弁当で、餃子、シューマイ、あとなんだっけな、八宝菜となんか炒め物。もう最近中華ばっか食べてる。だからあしたお話し会じゃなくて、もうダメだ、お話し会しか出てこない。めっちゃお話し会したい人みたいになってるまあしたいんだけど、明日生誕ですね。キャンセルいくら、キャンセル6000いくらですよ。もうまあ積んだ。本当に違う。なんかもうさ、キャンセル料もうちょっとうわって思ったし、あとは何よりもその電話かかってきたの、今日予約入ってますけどみたいな、えってなって。でしかもなんかその結構楽しみにしてたの、その最近歯医者楽しみなんですよ。その矯正ってさ、どんどん進めていかないといけないからね。ちょっとあ、公演前に歯医者あるって分かってたのに、なんか昨日の夜に明日のスケジュールをいつも結構メモするんですけど、違う予定を書いちゃったの。何々を起こすとか、振り覚えるとか、掃除するとかってやったら、もう完全にそれの脳みそになっちゃって、歯医者がどっか行っちゃったんですよ、私の脳みそから。で歯医者のことをすっかり忘れて、今日そんなことが起こって、もう本当に歯医者の人にも申し訳ないし、自分のそのキャンセル料っていう、そのなんだろう、人生の勉強料って考えたらまあいいんだけど、いや、よくない、よくない、高いよくないです、悔しい。なんか星の花火すごい。金魚もありがとう。翼おじいさん花火ありがとう。読んだっけ。あー悔しい。歯医者のメールの写真、どんな写真送ったっけ私ね。えお腹すいたマジで。あーやばい、ご飯食べたいえ餃子に何つけて食べてる。餃子何もつけずに食べた。なんかタレとかついてても、タレ開けるのめんどくさくて、基本タレとかつけない、開けるのがめんどくさい。ゆずちゃんマジかわいそう、2人で湧いてた。いやなんかね、その女の子が2人いるっていうのは最初に目に入ってきたんだけど、まさかその2人とも私推しと思わず、でも普通にペンライトとかさ、 T シャツとかさ、うちは持ってくれてて、めっちゃ見ちゃった結構長時間目あったよね。
今日はあのね、噛み込んでたんですけど、わかる？わかった、気づいた、みんな。ここ編み込んでるんです、実は。こことかこことか、この細い編み方がどこで流行ってるかちょっとよくわかんないんだけど、中国か韓国で流行ってて、でずっとそれやってみたくて今日やってもらったの。ちょっとさ、生誕で試すのって怖いじゃん、新しい髪型だから。まとりあえず僕体でやっとこうみたいな気持ちでやっちゃいました。でも良くない？今日の髪型。あと松葉しました。松葉したからほら見て、まつげがまた上がりました。マンさん、ナナさん、ありがとう。花火花火いや明日何喋ろう。でもね、眠くてもう寝ようと思ってる。メイク落として寝ちゃおうかなっていう気分でございます。かわいい、ありがとう。今日は人生は嘘ついたんですけど、最低体重を更新して上がってる、テンション上がった、朝からテンション上がりました。いやでもね、最近結構食べてたんですよ、中華料理を爆食いしたり、アイス爆食いしたりっていう生活してたから。あとね、半日断食もサボって、本当は16時間食間開けないといけないところを12時間しか開けてなかったの。だからもう太ったわって思ってたら、めっちゃ更新して、昨日の夜より1キロ減っててびっくりした。朝もうちょっと、もうちょっと頑張る、絞りますあともう9月はもう何回も自分にも言い聞かせるために言うけど、筋トレ頑張る、体力つけたいので頑張ります。本当にね、腕と足に全部肉がつくんです、顔と腕と足で。この間お兄ちゃんと一緒になんかどこが太りやすいかみたいな、吉橋家はどこが肉がつきやすいかっていう話をしたの。顔って肉つかないよねって言ったけど、私めっちゃつくんですよ。なんか兄弟とか姉妹でも違うんだなって、太り方って思いました。あそうだ、お腹って意外となんかさ、肉全然つかなくないって言ったら、いやお腹全然つくんだけどって言ってて、いや私逆に足と腕しかつかないみたいな、全然太り方違うね兄弟でも。でね、お姉ちゃんとか見ててもね、そもそも骨格が違うんだよね。結構お姉ちゃんナイスバディなんですよ全部持ってかれたのかなっていうぐらい、そう骨格が違くて羨ましいね。うん、えすごい、タワーだタワーだバカみたい。マンさん、ナナさん、クマタワーありがとうございます。ありがとう、スクショさせて、ラブだマンさん、ナナさん、今日もこんな遅い時間に見てくれてありがとうございます。そしてタワーも嬉しい、最近ハマってる顔ハート。この間の生写真で死ぬほど顔ハートしました、撮影で。ありがとう、ちょっと帰ってきます後日ありがとうございます。てか私さ、矯正直しても直してもぶっ刺さるんだけど、ここにまた刺さってて、ビンゴの時なんか後ろ向いた時に
頬を膨らまして針金を抜いてた、ほっぺから。ゆずうちわで劇場来ました。幸せな時間ありがとう。こちらこそ持ってきてくれてありがとう。うちわ今日どうでした？本当に今日はでも調子良かった。全然なんか体調が良かった。全然2回公演行けるぐらいの元気さはありましたね。ね、公演の時ね、公演出る前に歯絶対磨くんですよ。でも今日ニンニクがめっちゃ大量に入った餃子を食べちゃったから、でお弁当がそれだったの。だから歯磨いても自分からニンニクの匂いがしてきて、これ匂ってないかなって心配だった。心配になりながら歌ってた。バラありがとう。ケイさんも花火ありがとうございます。しばらく前髪作らないので行くんですか？もう前髪はしばらく、そうですね、作る予定はないです。なんかポンポン変えてるとすごいなんかにゃ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 ってなっちゃうじゃん。だからとりあえず、あとはなんか前髪ない方がいいよって言ってもらえることの方が多くて、だからとりあえずはなくしました。そうなの。でもなんか前からなくしたいっていう気持ちはあったんですけど、前髪をなくすことによってオンデマとかですごい顔が大きく見えちゃうんですよ、やっぱここが出てる分。で前はちょっとそういう意味もあったせなかったんですけど、ちょっとだけ自分の中で、その周りと比べたらまだ全然ですけど、自分の中でちょっと痩せて顔がちっちゃくなったなっていうのがあったからのと、あとコロナで休んでて前髪が伸びてきちゃったっていうのとか、まあいろいろ重なって前髪がなくなってたっていうスタイルになりました。今そうで、あとはねメイクがちょっと変わったって最近言われるんですけど、メイクはそんなにめっちゃ変わったわけではないんだけど、そのコロナで2週間ぐらいお休みさせていただいて、ずっとお家にいたんですよ。だからなんだろう、なんか咳とか出ててもさ、動画見る元気ぐらいはあったから、動画でメイクの動画めっちゃ見まくって、でなんかさ海外の方のメイクの動画を結構見てたんですよ。そしたらなんか結構なんか彫りの深い感じのメイク動画がいっぱい出てきて、なんかそういう意味ではそういうの参考にしたからちょっと濃くなったかもしれない。このノーズシャドウとかをちょっと濃く入れるようになったのと、なんか入れ方を若干変えたのと、眉毛を、なんかそんな変わってないんだけど、ちょっとキリッとした感じに。あとはカラコンやめました。普通のノーマルのコンタクトにするようにした。明日のためにこの配信はすぐ寝る。明日でも18時半開演だよね。明日1公演なんですよ。昼夜ない。僕隊良かった？そう、僕隊楽しかった。あとはそう、あやなんさんと佐保さんと初めて出たんですよ、今日の僕隊。佐保さんは A 公演ではあるんだけど、僕隊は初めてで、そうあやなんさんともちょっとお話しさせていただいて、そうなんかゆりさんにすごい似てるって
言われるよねみたいな言われますよねみたいな話をして、そう嬉しかった。でもなんかずっと終始可愛くて、なんかガチ恋っていうのかな、すごいそういうファンの方が多そうだなって私は思いました。あやなさんを見て可愛いし、もっとお話ししてみたい。可愛いとなんか綺麗が半々ぐらいで、すごくキュンってなっちゃいました。はじめまして、初見の方ありがとうございます。派手髪が恋しくなります。派手髪、まあ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 、花火の、あ、そういうこと？イベントやってんだ今。ここにポイント表示されててさ、今気づいた。じゃあよかったらみんな花火お願いします、ポーンってすごい。でも12,174 ポイント、ありがとう。金魚もありがとうございます。私は金魚すくいをやって、金魚取ってお家に持って帰って毎年怒られてました。これが夏祭りの思い出でございます。チャレンジ、チャレンジ見てきて、みんなチャレンジの花火でしょ、だってねえ。明日まだ全然ドキドキしてないんだけど、どうしよう全然ドキがムネムネってなんない、まだ実感がないし、どうしよう。だってさ、こないだとポジション違うから朝練習しなきゃ練習します、ちゃんと頑張ります。ちょっとさ、このタンクトップのこの白い部分が見えないと半裸みたいになっちゃう。これかわいい。最近なんかザラとか、あ、ザラだっけ、わかんない、 H&M かわかんない、どっちか、キャワでしょ。うん、もう本当にタンクトップを今年はアホみたいに買ってしまって着きれないんです。金魚ありがとう、トートありがとう、ありがとう。爆弾じゃない、花火か、これが。おいまつさんたくさんありがとうございます。似合う、ありがとう。もうだって沖縄の時ずっとこれでいたよ。チュラウにもこれで行った。これにめっちゃミニスカの、あ、テニススカート、ギャップに行ったらなんかそのテニスウェア用のスカートが売ってて、しかもなんかね、そのお店自体全部がナンパオフみたいなのやってたんですよ。だからなんかええやんってなって買ってそれを着てた。でも全然さ、地味に私沖縄の写真全然載せてないんだよね。載せなきゃって思って忘れてんの。載せなきゃね、インスタに早く載せたい。今日もね、岡田にね、いっぱい写真撮ってもらったんですよ。てか取り合いっこした。最近ノーマルで撮るのにハマってて、でお互いノーマル撮ったんだけど、意外といけるじゃんってなって、ノーマル意外とさ、アプリ通さない方が漏れる説出てきて、最近は iPhone の純正カメラにハマってます。ありがとう。髪型かわいい。そう、髪型めっちゃお気に入り。ちょっとね、なんか編みたらしになってんの、めっちゃちっちゃい、細い。またやる、この髪型は。何個か、何本かね、編みたらしになってんだけど、ちょっとどっか消えました。どこだろう、3本ぐらい両方とも。
あやちゃんかわいいたくさんありがとう、嬉しい。アイス食べたいからちょっとアイスの話はダメ。アイス食べたくなっちゃう。久々にあのギターのねチューニングをしたんです。チューニングして、うわっ、ね、やばいやばいやばい、ギターのさあのギター置きごと持ってきちゃうとこだった今。なんかもうね、まあ、まず弦が錆びてきた、弦を変えてなさすぎて錆びてきたのと、この爪の長さで弾けるわけがなくて、でもね弾きたくて、真夏の果実を弾きたいんですよ。だと違う弦も引っかかっちゃって全然うまく弾けないの今。だからちょっと無理だったつまり爪を切らないとギターはダメっぽい今は。でもね、なんかさ、そうギターめっちゃ弾きたいんだよね。弾いてなくてちょっと悲しい。よっこいせ。しまって加工強くね。すっごい今更だけど。加工弱めた。まさとくん、かわいいたくさんありがとうございます。ハート。ねえ、明日生誕っていうのに矯正が痛い。ほっぺにめっちゃ刺さるんですけど。四六時中も好きと言って夢の中へ連れて癖強っ言って忘れられない放送声にならない砂に書いた名前消して波はどこへ帰るのか涙のキスもう一度誰よりも愛してる最後のキスもう一度だけでも君を胸に抱いて今すぐ会って見つめる素振りをしてみてもなぜに終わった心離れてしまう行かないで夜が辛くても雨に打たれた花だっけ花のよう。ありがとうございます。
金魚。なんかさ、この星の花火がさ、クラゲにしか見えないんだよね。夜明けの街ですれ違うのは月のかけらと昨日の僕さ、合ってる歌詞。二度と戻れない。だだ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 。お互いに気づいてる。ラブアフェアのなんだっけ？ラブアフェアのサビってなんだっけ？劇場楽しかった。ありがとう。劇場また来てください。秘密のデートめっちゃいいよね。ラバーフェアはマジでいい曲。今なんか多分ファンの人がくれたやつなんですけど、ファンの方が結構本をくださることが多くて、サザンの本もそうもらってね、それを読んでたんですけど、なかなかおもろいですね。あ、そうだ。マリンルージュで愛されて大黒島で虹を見てシーガーディアンで弱されてまだ離れたくない、早く行かなくちゃ、夜明けとともにこの首筋に夢の跡だから、愛の愛の谷間にだっけ合ってます、溺れたい。結構なんかそう、歌詞がねめっちゃ曖昧なんですよ。めっちゃありがとうございます。花火と金魚。サザン好きなのも一緒だね。私も大好き。 Just a little a little Oh yeah 涙に濡れて。あの桑田さんの方もめっちゃ好きですね。ダーリンとかめっちゃ好き。真冬の桟橋で二人は黄昏る、悪いのは俺だよ、惚れてたはずなのに。もう二度と結ばれる定めと知りながら。いいんですよね本当に。あとは、今聞きたいのは山下達郎さんのなんか、そう、さよなら夏の日とか聞きたいね。桑田バンドはそんなにわかんないけど、まあちょいちょい教えてほしい。逆に桑田バンドは大好き本当に。あくびが出ちゃう、眠くて。やっぱ公演後ってさ、なんか帰ってくる時は、あ、帰ったら筋トレやろう、腹筋やろうとかって思うんだけど、疲れて眠くなっちゃうすぐに。で結局公演の日はねやらないね筋トレ。バックナンバーの新曲、嘘、バックナンバー最後私が知ってるのは黄色ぐらい。黄色かな。今はガラスの蓋を閉めて。最近マカロニえんぴつさんとかもよくわからないんだよね、新曲が。あんまり聞けてない。最近聞くのはなんだっけ、あのね、アナと雪の女王2の It's the end みたいな。
そればっか聞いてる。なんかね、私の携帯の Apple Music の設定がずっと1曲がループする設定になっちゃって、なぜかなっちゃってるから、なんかずっとそれしか流れない、アナと雪の女王2の主題歌しか。あとはなんだっけ、ストップシーズンインザスカイみたいな歌あるじゃないですか、それもずっと流れてくる。それか、そうアナ雪だね。今なんかアナ雪はあれです、めいっ子がめっちゃ見るんです。アナ雪大好きで、よく2歳の子なんだけどめっちゃ歌ってて、それの影響で聞くようになった。でも多分アナ雪2見てないんだよね、1しか見てない。金谷さんお疲れ、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい、あざすね、夏といえばチューブじゃないですか。全然知らないんだけど、2曲ぐらいしかわかんない。でも私チューブさん全然わからないのよ実は。ノイミーちゃん、ノイミーさん可愛いですよね。イコラブさんも、私は高松ひとみさんがセンター分けしてる時があって、最近箱根行ってきましたみたいな、それが可愛すぎて画像も保存しちゃった。綺麗な方だなって思って、みんな綺麗なんですけど、そう思いましたね。今ってお話し会のさ、受付やってないんですか？今やってないの？お話し会は受付どうなんだろう、やってるのかな。新しいやつ作ろうと思って、私今日本屋さんに行って、デザインの本買ってきたんですよ。レイアウト、デザインレイアウトの本と、あとなんかもう一冊買ったけど何買ったか忘れた。なんでちょそれを見ながら、新たにピクスアートだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、まあそんな感じのアプリを使って作ろうかなと思ってる。もしかしたら本当に嬉しい。でっかいのも保存したよ、ペペのやつ、カエルのペペリンの作ってくれたやつ、嬉しいよ。お話し会みんな来てね。なんか配信しか見たことないよって人も、私めっちゃ喋りますよ。なんかね、公演とかだと結構猫かぶっちゃって MC とかうまく喋れないんですけど、結構お話し会だとめちゃくちゃおしゃべりします。再販もぜひぜひ、おすすめの日本当に来てほしい。みんな来ないと後悔しちゃうよ絶対。もうこれは絶対何の根拠もないけど後悔しちゃう、間違いない。日曜にゆずちゃんのうちは予約しよう。何のうちはですか、何のうちはですか、手書きのうちはもしかして、あれってさ一人だけだよね。何の話してるってみんな思ってますか。なんか最近うちわを手書きしたんです。でなんか多分だけど福袋で当たった人が一人だけもらえるってやつなんだけど、あ武道館うちわか、じゃあ関係ないか。漏れてるやつだといいな。でも多分前髪ある気がする。あでも最近撮影したから、あかん、どっちだろう、
武道館何使われるんだろう、わかんないな。ね、明日何の髪型がいいと思います？まだ迷ってる。巻き髪にするか、でもこの髪型も可愛いって思ってきた。今日のオンデマ次第、オンデマの移り見て決めます。いや、いいね。なんかやっぱマツパすると全然目力が変わって見える。嬉しい。マツパ大事だね。めっちゃいいとこ見つけたの、マツパ。いいとこ見つけたっていうか、それまで全然マツパ行ってなかったからいいとこも何もないんですけど。そう、でも結構持ってくれて嬉しいね。前回喋り足りなかった、ほら喋り足りない人間いた。泣き中してやだ。君のカップリングイズ大好きです、ありがとうございます。紫着て結婚して、結婚って何ですか？結婚今日は頑張ってメイク落とそう。昨日落とさず寝たんだよね。日焼け止めをしたまま寝た。ニキビが一生治んないんだよな、この辺にあるさ、ニキビがポツ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 ってあって、でリハの時ってさ、スピンでやるんです、リハーサルを。ですごい肌荒れがすごくて、なんかちょっとね、萎えるから、なんかそう、肌荒れ直したい。9月は分かった。9月の目標は体力をつけるために筋トレをしっかりすることと、あと肌荒れを治す。でもね、頑張ってはいるんですよ。パックしたり化粧水塗ったり、あの美容液塗ったりっていう、いろんな、なんだろう、使い分けたりして、前より全然頑張ってるんだけど、なんかやっぱ大人になってからのニキビってめっちゃ治りづらいらしくて、治んないんだよね。多分そういうなんかさ、治療もあるんです。で、一回皮膚科行って薬もらったら、もうなんかめっちゃただれちゃってニキビの薬 で一旦ちょっともう自分で自力でどうにかしようって思ってて。キレートレモンって効果あるの？なんかキレートレモンさ、めっちゃ冷蔵庫入ってるんだけど、なんか糖質が高いイメージあって、あんま飲まないんだよね。飲み物で糖質取りたくなくて。そう、あるくせに飲まないの。ママがキレートレモン飲みなって買ってくれるんだけど、全然全く飲まないですね。ペンライトありがとう、ハムちゃんありがとう。確かにツインテールある。いや、私ツインテールは言ってないな。ツインテールなんて一言も言ってないぞ。かわいい、ありがとう。うん、いやー、今日ね、岡田と赤ナスの話したよ。あ、赤いナースコールね。ちょっとだけ考察してみた。ドクター竹さん、花火ありがとうございます。たくさん花火。うん、ビタミン C は取ってないけど、アリナミンなら飲んでます。アリナミン飲んでたからめっちゃ元気だったのかな今日。アリナミンの錠剤しかも。何に効くのか分かんないけど、とりあえずなんか疲れを取るって書いてあって、疲れてなくても飲んでる、疲れないように。
ね、あんまり聞いてんのかわかんない。あとはカロリミットもなんかたまに飲むけど、なんか聞いてるのか聞いてないのかわかんない。気持ちの問題が大きいよね、カロリミットって。赤ナス7話まで見た。え、どう、グロくない？私グロいの好きだからめっちゃ良かった。すぐになんかハマった。でもわかんないよね。でも私的にはそのやっぱ主人公2人が怪しすぎるかなっていう思う。特に女の子の福本莉子さんが演じてる、なんだっけ、アリサ、アリサが怪しいと思う。なんかすごい被害者っぽく見えるけど、なんか言動とかがんって思うところが多くて、犯人なんじゃないかなって思います。明日行けることになったけん楽しみにしてる。やった、楽しみ。明日どんぐらいいるんだろうファンの人私いっぱい楽しみ。あ、今日お手紙とか受け取りました、プレゼントもありがとうございます。今日の公演楽しみ。スタンドフラワーとかめっちゃ楽しみ。私よかったらお手紙とかもお待ちしております。なんかあったら嬉しいですもぐもぐ食べる配信、もぐもぐ配信はこの時間なんでやめておきます。今何が食べたいかって言われたらビスコが食べたい、シンプルに。あとね、カニパンって食べたことなくて。カニパンって知ってる？コンビニに売ってる普通のパンなんだけど、最近めいっ子がカニパンめっちゃ食べてるので、私食べたことなくて、なんかちょっと余ったらもらおうかなって思うんだけど、めっちゃ食いしん坊だからめいっ子が全部食べちゃって結局何ももらえず。そう、今度買ってみよう自分でカニパン。ビスコとカニパンパシってきます。あ、本当に？ちょっとお願いしていいかな、お使い。ついでにアイスも買ってきてほしい。最近セブンにあるココナッツアイスめっちゃ好きで、ココナッツアイス買ってきてほしいペンライトの推しカラーってあるの？ペンライトは紫とピンクです。紫ピンクでお願いします。てかお手紙とかっていう制度って今もありますか？絶対にお手紙って届くのかな。アールグレイのピノ食べた食べた、なんで知ってんの？一昨日食べた。なんか食べる気なかったんだけど、お兄ちゃんがなんか一個だけ食べたいって言ってたから5個食べて1個あげたまあ、アールグレイだった。結構紅茶感強かったかな。え、誰なんだろう、もう全くそういうの考えられてなかった。え、待って、ねえねえ、なんだっけ振り返りと抱負とファンの方に一言だよね、3つだよね、喋ること。まあ大丈夫、そんなに長く喋らない予定ではあるけど、わかんない、話まとまんなくて喋っちゃったらすいません、長くなっちゃったら。誰なんだろう、もしあるとしたら。だって去年が親だったんですよ。で、親の親の迎えに来てくれたんですよ、その日時。途中まで帰ったけど迎えに来てくれて、でももうなんか何も言えなかった何も言わず乗り込んだ車の中。そうで、結局言ってない、何も親が手紙書いてくれたことについて触
触れずに1年ちょっと経った。あ、仲はいいよ、全然仲良くて、結構 LINE もするし喋るし出かけるけど、なんかそう解消しないんだよね、あんまり。お仕事多分ね、怒ると思ってる親は。仕事のこと話すと私が怒るから。怒んないんだけどね、あんま触れられたくないという空気感を出しちゃってるのかもしれない。まあでも仲はいいので大丈夫です。そう、嬉しかったし、お手紙は本当に嬉しかったし、めっちゃ染みました。あー、なるほどね。日が明けるまでスピーチしてみんなを朝帰りさせて怪しませる、どうでしょう みんなの家族を怪しませるどこ行ってたんって。みんな始発で帰りますか、じゃあ明日。喋りますよ。朝ごはん提供やば、こっちの出費痛いやん朝ごはんでもいいね、劇場でみんなで食べたいね。おにぎりとかもうめっちゃど定番の朝ごはんが食べたい。私は鮭とおにぎりと味噌汁、もう完璧。でもね、結構ねその組み合わせって塩分高いんだよ。日本の定番の朝ごはんってめっちゃ塩分高いらしい。あとウインナーとかもさ、なんか朝食の定番みたいになってるやんね。ウインナーってあんま食べないんだよね。朝食をそもそも食べなかった、最近食べてない。うま。あ、でもね、浅草に味噌重っていうめっちゃ定番の朝ごはん出してくれるとこがあって、日本の定番の朝ごはんをね、そこずっと行きたいなって思って、真帆と前約束してたんだけど、なんだっけ、なんか真帆、え、なんでだっけ、が真帆が仕事が入ったのか普通に寝坊したのか、どっちかで結局行かなくて、一人で行こうかなって思ったんだけど、なんか一人で行ってもなって思って違うご飯屋入ったんだよね、一人で。なんか行きたい味噌汁。よし、じゃあちょそろそろ終わりにしますねそろそろ花火のイベントを協力してくれてる方ありがとうございます。ランキング読みます。13位おがちゃん、12位大輔くん、11位チョノサンキューさん、10位くまくまちゃん、9位ケイさん、8位みつるさん、7位大ちゃん、6位ハムちゃん、5位まやまつさん、4位ドクタータケさん、3位カネヤンさん、2位まさとくん、1位さやかちゃん、ありがとうございます。ということで明日は本当に楽しみにしております。生誕祭ぜひぜひ楽しい夜にしましょう。楽しい一夜になったらいいかなって思ってるので盛り上がっていきましょう。ちょっとまだスピーチ考えてないから、この後ゆっくり寝る前にちょっとゆるーく考えて、まああとはその公演やってみて感じたこと話そうかなって思ってます。あ、待って、タワーありがとうございます。もういなくなっちゃったかな。うん、よーし、じゃあちょっとインスタとかまだフォローしてないよって人いたらぜひフォローお願いします。この後ちょっとインスタ投稿、あー、どうしよう、しようか迷う、投稿しようって感じなんでお願いします。じゃあありがとうございました。バイバーイ。ハート。